今天的乐时尚呢，我们非常开心也很荣幸的访问到的是45R品牌的副社长 Nakashima-san 你好。这么多的设计灵感呢，都取材于大自然和生活，所以品牌最主要希望能够传递什么样的意念呢？ブランドの哲学としては、とにかく素材というものにこだわりを持ってまして、糸から、原料から、オリジナルで、作る。そしてまたその糸原料を、生地にしたりニットにしたりっていうことを、創業からずっとこだわってやってきてます。であともう一つ言うとすればやっぱりお洋服であるんですけども常にやっぱ丈夫で長持ちっていうことを常に念頭に置いてまして、もちろんファッションですからデザインは非常に大事なことなんですけどもやっぱりデザインとともにやっぱ機能性であったり、着心地着た時にやっぱりそのどれだけその、気持ちがいいかっていうことを、常に優先して、洋服を作ることを心がけています。在这个品牌故事当中呢，都有提到这个日本的这个传统的习俗里头，父母会将很多这个和服都以这个高级的布料制作的这个美物留给子女，然后希望能够代代相传。那他是如何把这样的一个意念呢融合在42？今の質問にもあったように、日本には古来からそのものを大事にする、それから、たとえその洋服であっても、着物の文化はやはりその親から子供そしてまたその孫へと3代4代にわたって引き継がれていくっていうことがもともと日本が持っていた大事な文化なんですけども、戦後日本は着物を着なくなって、洋服を着るようになったんですけども私たち45はたとえその洋服を作っている会社であるとしてもやはりその先ほども言いましたその哲学にあるように丈夫で長持ちという会社の理念がありますから常にその捨てられない服今のその洋服って結構その1年着られたらいいとかその年だけ着れればいいという考え方も一方ではあるんですけどもそういったどんな世の中になっても洋服を作る私たちのその使命はやっぱりその簡単に捨てられない服を作っていくそしてまた着物のように洋服であっても親から子供そして子供から孫へというふうに引き継がれていくような服を作ることが私たちの大事な使命かなと思っています。今天也很谢谢Nakashima-san接受我们的访问，谢谢。